ドジャース監督、山本由伸の癖がバレていた。一体なぜ？さ、悪い顔してるわ。両親の呵責に苦しんでそう。こいつやたらイケメンやな。忍び込んでるのにバレてへんやん。忍び込むも何も、一枚目右の網もうにうっすら見える気は SD ブルペンのベンチの背もたれや、お互い見ようと思えばいくらでも見られる。これを乗り越えたら本物の一流になれる。ダメなら死刑囚確定。試練にはちょうどいい。ボール持ってるから、山本のフォームはこうだな。って再現してる絵までが浮かぶ。ネタじゃないんよねこれ、ほんまにこいつさ。どっちかというとこの投げ方じゃすぐに日本に帰るなって目で見てるんじゃ。めっちゃ嫌そうな顔してんな。ダルって味方の時はかっこいいけど、敵役として見るとだいぶ悪い顔してるな。大谷も昔は悪人面やったんやけどな。再婚してから急速に大人になったよな。ワイラと遊んでくれるユウくんはもういないんや。最後の最後にこの二人の投げ合いはやばい。まあダルビッシュは WBC の時もアメリカの選手のデータを集めて決勝に臨んでたし、これは由伸のこと単に心配して見に来てるだけだよね。ダルビッシュと山本の友情関係は横に置いといて、情報漏れるから叩き出されたりしないのか？いろんなことは置いといて、とりあえずダルビッシュのこの顔は非常にいい。ダルさん顔顔、でも実際ダルさんが細かな癖とか見抜いて助言したからめった打ちできたってのはかなり現実味ある。だけど、癖がバレてますって言ってるのに対戦相手が気軽に入れる状況ってどうなの？ノムさんが稲尾さんの癖を盗んだのを思い出した。こいつ完全なスパイやん。どう見てもパドレスのユニフォームやん。ダルさんが犯人か、いやまあ癖見抜いてチームに共有してるのなら、それはすごいことだし、それを気がついて直せない山本やドジャース側の問題ではあるけれど、ダルビッシュは根っからの分析屋さんやからね。人のいいところを盗んで自分のものにするのが上手だからここまで成功してる。みんな笑ってるけどガチで可能性なくはないのくさ。まあそこがおもろいんやけど。